トーレ・アグバール地図、サグラダ・ファミリアから見たトーレ・アグバール、トーレ・アグバールのファサードの細部夜間ライトアップされたトーレ・アグバール。トーレ・アグバールは、バルセロナのディアゴナル通り、グランビア通りとメディディアナ通りの交差点にある超高層ビル。アグバールタワーとも言う。フランスの建築家、ジャン・ルーベルが設計した建築物で、バルセロナ水道局が所有。2005年6月に完成。 9月16日の国王誕生日に落成した。ヌーベルによれば、このビルはバルセロナの近郊にある祈願の山モンセラートの形状と水道会社ビルであることから吹き上がる水の形をイメージしたという。しかし、バルセロナ市民からは断根を思わせると見られ、座役などのあだ名をつけられている。高さは144.4メートル38階で3万。 平方 M のオフィス、3210平方 M の機械室、8351平方 M のその他、用途からなる。バルセロナでは3番目に高いビルである。ビルは異なった要素を組み合わせて設計されている。ビル自体は、鉄筋コンクリートでできており、ファサードは、様々なガラスで覆われている。鉄筋コンクリートの壁は4500箇所のガラス窓で、切り抜かれている。 このビルの独特な部分は夜間のイルミネーションである。ファサードには4500個の LED 照明装置が設置されており、ガラスのファサード越しに光のイメージが浮かび上がるようになっている。金曜、土休日の21時から24時の間は美しくライトアップされている。また外壁には気温センサーが設けられ、ガラス製のブラインドの開閉装置と連動しており、夏は 暑い日光を遮り冬は日光を入れて冷暖房エネルギーを最大限節約するようになっている。ありがとうございます。